小さななことしか扱わない。シュレディンガー博士の話をもう一度します博士の研究した量子力学は原子よりもまだ小さい単位である素粒子の世界です素粒子という小さな世界の専門家が生命というサイズについての問いかけ方が面白いなぜ人間はこんなに大きいのか細胞の集まりである人間はなぜ 多くの細胞が集まっていないといけないのか凡人はこんなこと考えたりしませんよね博士の推論が行き着く先は細胞の不良率でしたここでものづくりに例えて考えます仮に不良率をルートとしましょう100個作るとルート100で10個が不良になる100万個作るとルート100万で 不良は 1, 個になります100個作った時は100分の10つまり10分の1100万個作った時は100万分の1000つまり1000分の1多く作るほど不良率は下がりますだから人間は大きいのです大きさは秩序を保つためにつながっているのですネゲントロピー22ページを思い出してください 体からエントロピーを排出するにも不良細胞が多すぎてはまかないきれません正常のとても小さな細胞が周囲に不良細胞をたくさん抱え込んで作業すれば効率は極端に下がるするとどうなるか簡単に想像できますねそれもこれも人間の場合細胞単位でもっと厳密に言えば 化学物質の分子単位でで作業すす。るるしかかないといとう現実があるからですサイズとしてはとても小さな細胞ですが小ささゆえに少しの量で反応できる利点も持ち合わせていますシュレディンガー博士の例え話からの引用ですがコップの水の分子すべてにラベルを貼ることができると仮定してその水を海に流すそして海の水をくまなく交換する その後に世界中のどこの海でも良いのだが、あなたがその海の水をもう一度コップ1杯汲み取ったとする。そのコップにはおよそ100個のラベルされた分子が入っているはずだとなるそうです。お分かりいただけたでしょうか。少ない量のようでも、痰からだそのものの大きさがはるかに小さいため、情報は全体に行き渡るのです。生命は？ 秩序によっってて成り立っていますその秩序は細胞や遺伝子といった極めて小さいサイズの働きによります。私たち体の秩序を保つためには異変が起こった初期段階でいち早く処理する。大難になる前に湘南で食い止める。負の連鎖をなくすことが生命と健康の保障システムになっているのです。